どうもダンクローです。今回はエアジョーダン4レトロミリタリーブルーの紹介レビューをします。ナイキが好きな方、ジョーダンシリーズが好きな方、そしてエアジョーダン4の購入を考えられている方、ぜひ最後までお付き合いください。この動画はエアジョーダン4ミリタリーブルーのざっくりとした紹介、サイズレビューの2点でお送りします。では早速エアジョーダン4についてざっと紹介します。エアジョーダン4は皆さんご存知、バスケの神様ことマイケル・ジョーダンの4作目のシグネチャーシューズです。デザイナーは前作エアジョーダン3に続きティンカーハット・フィールド氏、サイドやシュータンの付け根のメッシュやヒールの TPU やスタビライザーなどのハイテク感のあるデザインが特徴的な一足です。オリジナルモデルは1989年に発売されました。オリジナルカラーはホワイトセメント、ブレッド、ファイヤーレッド、ミリタリーブルーの4モデルです。2024年2月中旬にはブレッドのリイマジンドがリリースされたことが記憶に新しいですね。今でも継続的に様々なレトロモデルが発売されています。今回のミリタリーブルーはオリジナルの1989年、2006年、2012年と過去に3度発売されました。2006年、2012年モデルはヒールがジャンプマンロゴとあと一歩な出来でしたが、2024年5月発売のこのモデルはオリジナルモデルから35周年の記念年にナイキエアロゴで蘇ってくれたので感涙の出来です。価格は 31,900 円と超ラグジュアリーな設定です。もうこれ以上上がったら買えないからね。余談ですが、スパイク・リー監督の映画Do the Right Thingに出てくる主人公が履いていたのはエアジョーダン4です。実はマイケル・ジョーダンが NBA オールスターで初めてお披露目する前よりも先に Do the Right Thingで登場したようです。お待たせしました。今からこのシューズのサイズ感、履き心地をお伝えします。前提として私の足は高高幅広です。ナイキエアフォースワンロー、エアジョーダンワンハイ、エアジョーダン6、エアジョーダン11は 26.5 センチ、エアジョーダン7、エアジョーダン9は 27.5 センチがちょうどいいサイズです。今回エアジョーダン4は27センチを購入しました。サイズ感はハーフアップにして良かったです。2020年発売のファイヤーレッド 26.5 センチを持っていたのですが、横幅は狭く歩いてて結構足の横が痛かったので、今回は27センチにしてみたら足の横も痛くならずストレスフリーで履けました。横幅はマイサイだとタイトです。フィット感はいいです。タンのサイドにゴムストラップもあり、ライナーがもりっと厚みがあるのでかかとのパカつきもなく履けます。履き心地ですが、クッション性は5段階評価でいうと3です。エアが搭載されていますが硬くふかふかさはないです。エアジョーダン1ハイを履いている感じです。結論、マイサイからハーフアップにしてよかった。エアジョーダン4の購入を考えられている方、サイズ選びで迷った時は今履かれているナイキのローカットスニーカーからハーフアップすることをおすすめします。いかがだったでしょうか。エアジョーダン4が気になっている方、購入を考えられている方、この動画が少しでも参考になれば幸いです。この動画が少しでも参考になった、悪くなかったよという方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。質問や感想あればコメントしてください。X や Instagram もやってますので、よかったら概要欄からそちらのチェック、フォローよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。本日はここまで。ありがとうございました。